大事なのはあなたが規律を持っているということで、規律を持っていると時にあなたの運を最大化することができるかもしれない。はい、どうも皆さんこんにちは、真壁です。アメリカン投資家ジムクレーマーをフォローしています。4月12日金曜日のマットマネーですけども、ジムクレーマーね、この日株式市場下がったよなと、この週タフなフィニッシュになった。ダウはマイナス 1.24%、 SP500 はマイナス 1.46%、 そして一番下がったのナスダックですよ、マイナス 1.62% だったなと。うん？大丈夫なのか？クラッシュが来るのか？そうやって怖くなるよなと。で、俯瞰するとね、これ SPY ですけども、今年1月2月3月良かったんですけども、4月はどうやら下り坂になっている。これどこまで下がるのか、もしかしたら大きいクラッシュ来るのか。そういえば去年の10月からめちゃくちゃ好調だったぞ。大丈夫なのかと思うことだろうと。で、ジムグレーマーね、厳しい状況っていうのは永遠には続かないんだけども、だけど厳しい状況、すなわち大きな下落が訪れた時どう対応すべきかっていうのは知っておく必要がある。あらかじめ心構えをしておく必要がある。こうなったらこうしようと、こういう見方をしよう、そうやってあらかじめ準備しておく必要があって、そうやって準備して構えていると下落も冷静に観察することができて、実際今どのような売りが発生しているのか見極めることができて、冷静に見れるから適切に反応することができるというものだと。で、下落っていうのはいろんなパターンがある。ちょっとトルストイの言葉借りたいんだよなと言ってて、ジムクレーマーね、トルストイのアンナカレーニナ、この中に有名な言葉あるよなと。どういう言葉かというと、幸福な家庭っていうのは全て互いに似通っているけども、だけど不幸な家庭っていうのはそれぞれ不幸さが違うものである。これちょっと野村監督に似てますよね。勝ちに不思議の勝ちあり、負けに不思議の負けなしですよ。まあ全然違うかもしれないですけども、まあ幸せな家庭っていうのは互いに似通ってるけども、不幸な家庭はそれぞれの道で不幸、何通りもの不幸さがある。で、ジムクレーマーね、これをもじって言いたい。ズバッと言うよと。これトルストイならぬジムストイですけども、全てのハッピーなラリーは似通っているけども、それぞれのアンハッピーな株の下落っていうのはケースバイケースである。下落の要因、下落の状況、それぞれ異なっているものである。ほんとマーケットの下落っていうのはいろんな種類があってそれぞれなんだと。で、マーケットが好調で上がっているときはみんなね、こんなに簡単にお金儲けしていいのかなと思うよなと。なんかめちゃくちゃお金増えてくんだけど、自分自身がまるで天才であるかのように思う。でもとジムクレーマーね、当然だけども、そんな甘い話っていうのは世の中にはない。常に自分たちは困難な大きな下落に遭遇する。で、その大きな下落が来たら、それはベアマーケットの始まりかもしれない。それとももっと悪い何かかもしれない。それともシンプルに株の購入のチャンスかもしれない。どうなのか、そういうことを見極める必要がある。じゃあどうやってそれ見極めればいいのか。結局自分たち過去に学ぶしかない。だから今回は下落な一般的な特性、もしくはケースバイケースさ、それを見るために歴史を振り返ろうじゃないかと言ってるんですよね。過去を振り返ることでマーケットの下落の共通の特徴は何なのか、その他の注意点は何なのか、それを例示できるというもので、で、こういうことはね、次にマーケットが避けられない弱点を見せた時に何をすべきか、これを知るためにとても大事なんだと。で、過去の例見ていきたいんだけども、ここではっきり言っておく、自分が投資を始めてから40年以上で結局真の意味で本当に恐ろしい売りだったなと。そうやって自分が思うのはたった2回しかなかった。この40年以上でも2回だけ。まずここのところ強調しておきたい。だからこの日の下落でも、うわーもう大丈夫かなーってね、ビビる人いるけども、ジムクレーマー的には下落っていうのは雨が降るのと一緒、そんなんずーっとあるもので、 5%、10% 下がることだって1年に何回もある、もしくは数年に一度はある。だけど真の意味で本当に恐ろしかったのはこの2回だけで、その2回を見ていきたいんだと。いつかというと1987年の大クラッシュ、いわゆるブラックマンデーと言われた時、あとは2007年から2009年の連続的なクラッシュ、いわゆるリーマンショック、金融危機と言われた時、この2回で、まあね、COVIDの時もまあクラッシュって言えばクラッシュあったよなと。で、そっちの方が記憶に新しい人も多いと思う。2020年 SP500 っていうのは
わずか1ヶ月で 35% の価値を失った。でも、やっぱね、このブラックマンデーの時と金融危機の時、これと比べると、あのCOVIDの時でさえ、マーケット、ほぼ直ちに反発し始めたりして、で、FEDとかもね、いろいろ経験溜まってるから、COVIDの時は動き、早かったよなと。で、そういうこともあって、そこまでひどいことにはならなかった。結局この2回、これがすごかった。じゃあまずこのブラックマンデーから行きたいんだけども、1987年10月19日だよなと。その日がいわゆるブラックマンデーとして知られる。ダウ平均は1回のセッションで508ポイントも落ちた。すなわち 22% 以上1日でドーンって落ちたんだと。でジムグレイマーね、自分はその日取引してたから覚えてるんだけども、でも SP500 だって1日で 18% 以上下落したし、 SP500 の先物なんか29% も下落した。でもね、クラッシュが始まった時点から、その日最終的に終わった地点まで、買い手が全く見つからないような、ドーンというクラッシュだった。マーケットの終わりのベルまで、全然買い手がいない状況が続いた。で、このブラックマンデーなんだけども、多くの人は結構忘れてんだけども、この月曜日だけドーン下がったわけじゃなくて、実は前の週もひどかったんだよと。で、そうですよね。前の週もね、10% くらいドーン落ちてて、で、ブラックマンデーでドーン落ちたと。で、そもそもね、前の週ここ落ちた時に、さすがにこんだけ落ちたから、次は上がるだろうと思って月曜日、結構ね、クラッシュした後に買い戻そうと、そういう動き見せる人いたんだけども、全部の買いが売りに潰されて、買い向かった人たちは大損してしまった。で、その月曜日の次の日、火曜日は、それが後にね、トラブルチューズデーとして知られるようになるんだけども、混乱は火曜日も続いて、ダウは完全に崩壊して、マーケットは機能しなくなった。ただ、そこで出てきたのが、当時のフェッドの議長のアラン・グリーンスパンだと。彼が、マーケットを安定させるために、すべての流動性を提供すると、そうやって述べたことで、下落が止まった。自分はその時のことをよく覚えている。グリーンスパン議長は、ウォール街の多くの企業を支えることで、マーケットのボトムを固めて、で、その後ね、ダウは、ボトムの時点から400ポイント以上も、ぐーんと上昇する。そういう驚異的なラリーを演じて、で、当時は全く信じがたいことだったんだけども、結局のところ、クラッシュの直接的な影響っていうのは、わずか3ヶ月で終わった。こんなに大きな下落だったのに、まあ結構ね、すぐ落ち着いて、やれやれってなって。まあでも、指数が下落前の取引水準に戻るには、1989年の半ばまでかかったんだけどなと。まあとにかくでも、あのブラックマンデーの時はすごかった。1日であんなにドーンと落ちるとは。で、それに比べて、じゃあもう一個の方の、2007年10月に始まったベアマーケットの方、あの金融危機のところ、この時はブラックマンデーに比べたら全く異なるものだった。ずーっとダラ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 ね、2007年の10月からずーっと下がって、で、ダウは2009年の3月6日になるまでボトムをつけなかった。で、またね、こっから下落前の水準に戻るに要した時間が長くて、なんと2013年の3月までかかったんだと。で、ブラックマンデーの時の下落っていうのは結構あっという間に終わったけども、金融危機の時はいつまでも下落は止まらずに、戻るのもすごく時間がかかった。かようにそれぞれの下落で種類も違う、事情も違う、どうなるかっていうのも違う。下落っていうのは様々。で、まあ両方詳しくやる時間はないからと、ジムクレーマーね、ちょっとブラックマンデーのこともうちょっと詳しく言っておきたい。なんであのブラックマンデーゴーンと1日であんなに落ちたのか。あのブラックマンデーの時っていうのは、株式市場が純粋なマーケットの機能不全のために溶けていった最初の機械的なセルオフだった。で、似たようなことに2010年のフラッシュクラッシュとか2015年のクラッシュがあるよと。で、そうですよね。2010年、フラッシュクラッシュありますよね。2010年の5月6日、この日、たった数分間で、ダウが 9% もドーン落ちた。で、これね、言われてるのは、運用会社が出した株価指数先物への大口の売り注文をきっかけにして、先物価格が急落して、で、それが HFT、高速高頻度取引とか、そういうね、アルゴリズム取引、それの追随を呼んで、下げ幅を大きくして、どん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 下がっていったと言われてるんですけども、こういうものの走りがブラックマンデーだったんだと言ってるんですよね。ブラックマンデーっていうのは、実は全てはシカゴの先物取引所、そこでの SP500 の先物の売りから始まった。で、その売りがニューヨークのウォール街を圧
倒してしまったブラックマンデーっていうのは、いわば株式トレーダーが当時先物市場の力を理解していなかったために起こった。先物の力っていうのはすごくパワフルで、即時に見えない供給で株式市場を溢れさせた。誰もがそれに備えていなかった。で、今では先物っていうのはこういうものだよとそうやって知れ渡ってるけども、当時はそうではなかった。なぜならば先物市場っていうのはこのブラックマンデーのたった5年前に作られた比較的新しいものだったから、そのパワーがどれほどあるのか誰もが知らなかった。で、特に最初はね、先物市場っていうのは株自体よりもはるかに小さなマーケットだったから、だからね、ブラックマンデーみたいなこと起こるなんて予想していなかった。で、今よりも当時はポートフォリオマネージャーが先物に簡単に入りやすく出やすかった。だから先物は特にヘッジファンドにとって株価の最も強力なドライバーとなって、で、それがね、しばしば株が表すべき基礎となる企業の収益と比べてもあまりに強い影響を持ってしまったりしていた。かつては株の日常の動きっていうのはもっとね、企業の利益とかで左右されてたんだけども、先物市場ができてより物事が複雑になって、で、そういう状況が重なった上での非常に珍しい事態がブラックマンデーだったと。でね、このブラックマンデーの前まで自分たちは大きな上昇相場を経験していた。ほんとね、大幅な下落がほとんどない驚異的な複数年にわたるラリーがあって、で、ジム・グレーマー、自分はゴールドマンサックス辞めたのが1987年だから、ほんとよく覚えてるよと。なんでゴールドマンサックス辞めたかっていうと、投資家としてもっと価値のあるリターンを得たかったから。だから自分のヘッジファンド立ち上げて、で、当時ね、1980年代中頃から後半にかけてのラリー、これでみんなね、大儲けしてたんだと。で、そういうこともあって何が起こったかっていうと、巧妙な営業担当者が大きなそういうヘッジファンドとかに保険ポリシーを提供し始めた。ファンドが大きく上昇した後、ある程度利益は固定して損失を防げますよと、いわゆるポートフォリオ保険というやつで、これは当時ね、ダイナミックヘッジングと呼ばれるものを含んでたんだけども、専門家が先物を使って例えば 5% とか 10% とか、あるいは取得したポリシーに応じて場合によってはもっと大きなパーセンテージでヘッジをする。そうしたらフルで株式マーケットリスクにさらされなくなりますよと、そういう保険商品があって、その時のセールスマンが言うには、これはストップロスのようなもので、これはポリシー、損失を回避できる、そういう売り込みで、みんなもそう考えてて、で、ジム・グレーマーね、よくよく考えたらそんなおかしいなとわからないといけないんだけども、でもこのポートフォリオインシュランスとかやってる人たちのセールスピッチっていうのは非常に魅力的で、多くの人々が彼らを信じて、で、これもね、結局株式の先物っていうのが非常に新しかったから、まだ理解が足りてなかったからこういう風になったということなんだと。でも実際にブラックマンデーで一斉に大損失が発生した際、ポートフォリオ保険っていうのは機能しなかったどころか、むしろこれらの保険ポリシーからの先物の売却もあって、それがどん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 下落を手伝ったりしたんだと。下落を加速させる大きな要因になった。で、こういうね、ポートフォリオ保険購入したかわいそうな人々は大規模な損失を被った。実際にね、いろんなヘッジファンド多くが一掃されてしまった。で、後から考えたらわかるけども、結局こういうね、ポートフォリオ保険とか売った人々は詐欺師だったよなと言ってるんですよね。歴史は詐欺師というか、ただの愚か者とそうやって規定してるけども、自分は今でもはっきりと彼らは分かってやっていた詐欺師だったと思っている。なぜならば結局ね、株式市場でリスクなしに投資からリターンを得る魔法のトリックっていうのは存在しないから。で、この基本的な考えに異を唱える人の言うことを決して信じてはいけない。株式取引っていうのは詰まるところ、結局のところギャンブルであって、そうじゃないよと、確実に儲かりますよという人の言葉は絶対に信じてはいけない。いやいやと。でもそんなに虎視眈々と人を騙そうとしてくる人いるわけないじゃんって思うかもしれないけども、それは違うよと。そういう人たち実際にいっぱいいるんだと。でね、当時あのブラックマンデーの時、多くの人が先物の力がクラッシュを引き起こす可能性があるとは知らなかった。逆にどうやって考えてたかというと、火のないところには煙は立たないと考えていた。マーケットがクラッシュしたら、やっぱり経済に何か問題があるに違いないと考えた。何かおかしいことが起こっていると考えて、そうでなければなんでダウが1日で 22% も落ちることがあろうかと、そうやって考えた。でも結局ね、
当時ね、クラッシュの時でさえ経済は強くて、その後も経済は強いままだった。ブラックマンデーと経済との間には一切の相関関係がなかった。結局シカゴとニューヨークの間の相互作用、先物と株式市場のその相互作用で、シカゴが想定されていたよりもずっと強力で、ニューヨークが想定よりもずっと弱かったことによってブラックマンデーを引き起こされた。先物が大規模な売りを引き起こして、その結果取引所のフロアの一部のスペシャリストとか証券会社がマーケットを安定させるという役割を果たすのに失敗してしまった。でジムクレーマーね、あの当時自分は幸運にもキャッシュリッチだったんだと言ってるんですよね。だからブラックマンデーに飲み込まれずに済んだ。前の週の早い段階でポートフォリオの大部分を処分してしまっていた。今思えばあの時の幸運がその後のキャリアを支えてくれたとも言える。で周りから見たら当時の自分はね、真の天才のように見えていたかもしれない。でも実情はどうだったのか。実際のところはそこまでのね、大きなマーケットの好調ぶりをちょっと恐れてポートフォリオを再編成しようと思って現金を厚くしていた。それだけのことだった。でもこういう経験から自分はいつもね、幸運であることは素晴らしいという、結局ねお金持ちになるのは人生で1回だけでいいわけだから、1回しか金持ちにならなくていい。金持ちになったらそれを運用で防衛していけばいいだけだから。だから幸運があるっていうのは素晴らしいことで、じゃあ何かとジムクレーマー、結局結論は運が大事ということかと、なんだそれはと思うかもしれないけども、でもそうじゃないよと。結局自分がここで言いたいのは、自分は運も良かったけども、なんでお金を引き抜いてたか、それは規律もあったんだと。マーケットがあまりに好調すぎて恐れていた、そこのところが肝だったんだ。すなわち規律を持っていたということなんだと。ということで4月12日金曜日のマットマネーの結論ですけども、 CNBC インベスティングクラブのメンバーだったら今だって自分がいかに規律を守って取引をしているのか分かってくれるだろうと。ポートフォリオの中で占める割合が 5% を超えそうになったらすぐそれはカットする。買うときは少しずつ入るし、切るときもほとんどの場合は少しずつ切る。運任せでこうなったらいいなとただ期待を抱いて、根拠のないシナリオに乗って利益を最大化しようとしてもどうせ長続きはしない。大事なのはあなたが規律を持っているということで、規律を持っていると時にあなたの運を最大化することができるかもしれない。ここまでブラックマンデーのクラッシュ見てどうだったか。株価のクラッシュっていうのは経済と何の関係もないことがあるのよくわかるだろうと。理論では追いつかない場合っていうのが往々にしてある。この日の下落だって中東情勢の緊迫さから来てると言われている。そんな予想できるはずないじゃないか。だから今一度株価が下落し始めたここのところで言いたい、自分たちには規律が必要。それが自分のブラックマンデーの幸運から学んだことなんだと。そう言って終わってるんですよね。はい、ということで視聴者から生電話を受け付けて銘柄を解説するライトニングラウンドなんですけども、いくつか見ていきたいと思います。この金曜日ね、ライトニングラウンドなかったんでね、まだやってなかった4月10日水曜日の分やっときたいんですけども、まずマリーンマックスはあかんでということで、これね、ボート関係の会社なんですよね。レクリエーション用ボートとかね、それのいろんな部品とか、あとボートの修理とかメンテナンスサービスとかやってる会社ですけども、ジムクレーマーダメだよと、今ここで買うっていうのはリスキーすぎると思うよと。はい、次ピーボディエナジーはあかんでということで、これね、石炭の会社ですよね。ワイオミング州とかインディアナ州とかアリゾナ州とかでやってるんですけども、あとオーストラリアとかで石炭生産して売ってる会社ですけども、ジムクレーマー、自分は石炭好きじゃないよと。時代がそうじゃないから、だからダメだよと。はい、で最後ですけども、トレードデスクは A でということで、これアドテックの会社ですよね。クラウドベース型のデジタル広告プラットフォームですよ。ジムクレーマー、素晴らしいと思うよと、ついていっていいと思うよと言ってるんですよね。ということで今回は以上です。今日も聞いていただきましてどうもありがとうございました。これからもジムクレーマーフォローしていきますので、まだの方はぜひチャンネル登録どうぞよろしくお願いします。よろしければ毎日マットマネーの解説記事がなるはやで届く、メンバー登録もどうぞよろしくお願いします。今回のメンバー限定動画第198弾ですけども、ジムクレーマーね、今年は後半から小型株祭りが来ると思ってるんですよね。ヘルスケアだったらこの5銘柄、金融だったらこの5銘柄、テクノロジー銘柄だったらこれ、今のうちに整理しといて木を見て入ろうじゃないか。あとはアップルの下落ここで止まるよと言っててフィボナッチ通りになっている。あとは CPI の数字の分解とかもろもろありますので、ぜひメンバー登録もどうぞよろしくお願いします。最後におまけの英語コーナーです。
はい、今回なんですけども、冒頭のところでね、下落の時には自分たち、あらかじめゲームプランを持っておく必要がある。そうしたら、その下落がどういう種類の下落なのか、理解することができるから。そう言ってるのがこれです。You need a game plan ready so you can figure out what kind of sell-off we're dealing with. はい、そうですよね。You need a game plan ready so you can figure out what kind of sell-off we are dealing with. 長男、次男、どうぞ。You need a game plan ready so you can figure out what kind of sell-off we're dealing with. 今迷っていることは？迷ってることは、You need a game plan ready so you can figure out what kind of sell-off we're dealing with. 今迷っていることは？ピアノで。You need a game plan ready so you can figure out what kind of sell-off we're dealing with. はい、言ってますよね。で、今回これなんですよね。Figure out, figure out。で、これなんですけども、基本的には理解する、わかる、解き明かす、解明するってことなんですよね。で、ニュアンスとしては、何か教えてもらってわかるというよりは、何かについて自分で考えて、もしくは自分で動いたりして、答えを自分で見つける、そして理解するっていうニュアンスがあるんですよね。で、それがちょっと転じてね、解決するとか、解決法がわかると。そういう意味にもなるんですけども。ということで、ジムクレーマーね。下落は常に想定してなきゃいけなくて、ゲームプランを用意しておく必要があるよと。そうしたら、下落の時、自分たちはどういう種類の下落に相対しているのか、理解することができるからなと。そういうことでしたね。ということで、今回は以上です。今日も最後まで聞いていただきまして、本当にどうも、ありがとうございました。You need a game plan ready so you can figure out what kind of sell-off we're dealing with.You need a game plan ready so you can figure out what kind of sell-off we're dealing with. 今迷っていることは？迷ってることは、来年のサッカー。今トライアウトの季節だもんね。ね、4月でしょ？トライアウトの季節。で、まだ結果もらってないんだよね、どこもね。まあ、どこももらってない結果。でももし、複数受かったら結構今迷ってる感じなんだよね。うん。で、今の、僕のチーム、うん、めっちゃくちゃ強いじゃん。強いね。全国大会。フロリダのね、チャンピオンズシップでも優勝したもんね。そう、全国大会のなんかあれ優勝したりさ、なんか結構強いのよ。こういうチームの中だとさ、落とされる可能性。そうだね。他の選手よりいっぱい多いから。コンペティティブだからね。うん、だから今いろんなチーム、いっぱいチームなんか回って、トライアウトいっぱい受けてね。そうだね。うん。だから、すごい強いチームの下っ端なのか、うん。そこそこのチームの中心選手なのか。そうそうそう。で、今、ややこしいのが、なんかいろんな事情があって、その強いチームが、リーグが下からスタートしなきゃいけなくて、うん、そこそこのチームがもうかなり上のリーグにいるっていう、うん、なんかその逆転現象も起きてて、うん、そうだね。だからそこそこのチーム行くと、主力選手で上のリーグで戦える。そうそうそう。なんか面白いよね。で、めちゃめちゃ強いチームに行くと、まあまあ下っ端の方で、リーグは下なんだけど、だけど違うリーグの方の全国大会はまたフロリダ行くみたいな、そんな感じだよね。なんか分かりにくいよね。分かりにくい、うん、でも多分ねあれだよ、日本だってほら高校の部活もあればユースの大会もあるし、あーユースと高校混ざったリーグ戦とかもあるから、あ多分なんかイメージはまあつくかな、みんな分かるんじゃないかな、うん、そうだね。あまあじゃあね、迷ってくださいね。迷ってく、うん、まああらかた終わったよね。まあね、うん、まあ、これから来週また違うチームのトライアウトあって、うんうん、そうだね。で、その同じ週にまた違うチームのトライアウトもまたから、うんうんうん、ね。そうだね。うん。勉強頑張ってね。勉強も頑張って。勉強を頑張ってね。勉強だけ頑張ってね。だけ勉強を主に頑張って、ね。勉強も頑張る。そうだね。うん。うん、だけは、うん、サッカーも やりたいから。勉強は頑張ってね。勉強は勉強も頑張ります。勉強も頑張ってね。勉強も頑張ります。You need a game plan ready so you can figure out what kind of sell-off we're dealing with. 今迷っていることは？ピアノでオクターブができないの、まだ。ジナン君ちっちゃいもんね。うん。だから手もちっちゃいよね。うん。だからオクターブが届かないの。うん。だから何を迷ってんの？今やってる曲でオクターブやんなきゃダメなの。それで？けどできないの。だから？だからめっちゃなんか難しい。あれじゃない？じゃあ何？オクターブの上の音を取るか下の音を取るかで迷ってるってこと？いや、なんかピロンってオクターブだけど同じタイミングにやんないの。ああ、そうやってやるんだ。うん。で、すごいむずいの。むずそうだね。うん。でもジェナ君あれだよ、質問は迷ってることだよ。うん。何を迷ってるの？だからむずいの。むずいから
迷ってるっていうかな、思い悩んでるってことね、難しいから、うん、なるほど。